んにちは、亀まる子です。はい、皆さん、夏に出したこちらの動画なんですけども、皆様たくさんの参考になるご知識ありがとうございました。今回はですね、あの動画を出してもう2ヶ月ぐらい経って、で現在ね12月になるんですけども、あれからですね、蜂の方が寒さがだんだんね強くなってきたぐらいからいなくなって、でまあ蜂っていうのはですね、基本あったかい季節に出る生き物ですので、冬はいないんですよね。でまあ今いない状態ではあるんですけども、この状態の時こそ、教えていただいたことをねご参考にやって、いろいろ、ね、していきたいと思います。でですね、今回自分が参考にして、とてもコスパがよくやりやすくて、ちょっとやってみようかなって思ったものが、じゃじゃーん、はい、こちらね、皆さん何かと言いますと、こちらトラロープになります。はい、今回ね、私はこちらのトラロープを使ってね、蜂除け対策を作っていこうと思います。でね、このトラロープなんですけども、たくさんねコメントが来てまして、すごくやりやすくコスパいいなと思って買ってきたんですが、このトラロープってさ、黄色と黒でこうなんかしましまになってるじゃないですか。この色彩的なこの 色の影響なのか、トラロープがあると蜂が寄ってこないって言われてるんですよ。なんで今回は家の周りにトラロープを貼っていきたいと思います。トラロープが、うお、こんな感じ、結構長いね。これを家の周りに貼っていきましょう。すげえ、じゃーん。それではレッツラーゴー。はい、ということでですね、まずまあちょっとすいません、貼る前にですね、うちの家の周りの蜂がいた場所が現在の冬どうなってるかっていうと、こんな感じでね、本当は夏なんかもびっしりと緑の草が生い茂って見えない状態だったんですけど、まあ冬なんでも本当にこんな感じで枯れてね、何もない状態になってます。蜂もいません。まあでこの屋根のね、裏のこの辺とか、あとこの穴の中とかね、大丈夫かなって確認しましたが、大丈夫そうでした。なんでまあ蜂の巣ね、探した方がいいって言われたけど見つかってないです。はい、難しいね、探すのはね。はい、じゃじゃん。ということで現在ね、前やった蜂対策はどうなってるかと言いますと、はい、皆さん、こちらの木にねかかっていた、これ、皆さんこんな感じになってます。はいはい、破けてもうね、見るも無残な姿になってます。蜂の巣が、蜂の巣ダミーがね。オニヤンマどこ行ったんだっけな。ちょっとね、伸びすぎて切ったんですよ。オニヤンマもどっかにいます。はい、はい、ということでね、この辺からねやっていこうか。これが先っちょね、ここ無理だから、この辺から結んで、ということでね、トラロープをね試しに貼ってみました。こんな感じで蜂のいるね、一番左側、一番湧きやすいところ、ここの塀のところを、うん、紐で結んでビューンと、まあいつもはここね、今からですけども、夏はここか、水がめたちゃいるところね、一番蜂が出るところで、こんな感じで伸ばしてビューンと、でちょっとここにつなげて、まあ、ちょっとこの辺は適当ですけども、こんな感じになりました。こ
これで少し効果あればいいね。うん、この色で蜂がね来ないっていうのはちょっとありがたいよね。このトラロープのねもう真横のこの壁のところが一番今日の蜂が出るところですから、あーこれで今年のね暖かくなった春は出なきゃいいな。うん、いい感じですね。で我が家の蜂対策の近所報告でした。皆さんねたくさんのコメントありがとうございました。今後もねお時間があるときにちょっとずつねなんか買えるものとかできることをやってちょっと進めていきたいなとは思っています。第1段階目トラローということで、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上亀丸子でした。バイバーイ。